ヒーポンです、2024年も今10月に入っているところなんですけれども、だいぶ涼しくなってきましたね。なんかその10月の前半とかまだ30度超えみたいな感じで、もういつまでこの暑さが続くんだと思ってたんですけども、急激に寒くなりましたよね。まあ夏から秋、秋から冬というところで、秋のシーズンって僕は一番まあ結構過ごしやすいし好きなんですけど、ちょっとその一番過ごしやすい期間が短くなるのもちょっとそれはそれで嫌だななんて思ってるんですけどね。まあこれから結構いいシーズンになってくるのかなっていう感じなんですけれども、今日はですね、またとても魅力的な製品というのを機会があって仕入れることができたので、それを紹介していく動画を作っていこうと思います。僕はですね、まあ、通勤に、電車を活用したりとかバイクを使ったりとかってするんですけれども、やっぱりまあその日常生活において音楽とかっていうのは結構やっぱり若い時から欠かせないものでですね、まあ、それに付随してやっぱりイヤホン関係って結構こだわっていくつか持ってたりするんですけれども、まあこのイヤホンというのもですね、今どんどん性能が上がっていってまして、まあ、昔は結構高額でしか手に入らなかったものがだいぶコストメリットがあるような形で、まあ、中国を中心にですね、機能は非常に優れているんですけども、コストメリットがあるような製品というのがいくつか出ているんですけども、まあ、そういったですねコストメリットがある、イヤホンというところで結構メジャーになってきているのが、以前にちょっと僕別の動画でも紹介したと思うんですけど、サウンドピーツさんっていうブランドがあるんですよね。でここはまあ中国のブランドなんですけれども、まあ、最新の技術とかっていうのをですね、できるだけコストを抑えた形で市場価格よりもまあメリットのある製品を打ち出すのがまあ得意なメーカーというイメージが僕的には強くてですね、でかつまあただ安いだけじゃなくて音質が結構いいんですよ。まあ、僕基本的にその音質って BOSE のああいったなんていうんですか、乾いたちょっと重低音が響くような音が根本的に好きなんですけども、まあ、サウンドピーツもですね、その中で言うとかなり僕の好きなジャンルに入るんですよね。で、今回の動画はですね、そのサウンドピーツさんから、発売されている2種類、の、イヤホンというのをちょっと紹介する動画を作っていこうと思います。まず1つ目なんですけれども、その製品がですね、こちらになります。じゃん。ですね、これサウンドピーツさんから出てるブリーズィーっていう、ワイヤレスイヤホンですね。でこれ、わざわざここにシールが貼ってますけど、2024年のですね VGP、サマーのですね金賞を受賞してます。でそれから企画賞というのもダブル受賞してるという製品なんですよね。でこれ、見ていただいて分かる通りにですね、オンイヤー型と言われる、ワイヤレスイヤホンになります。僕はワイヤレスイヤホンでオンイヤー型って実は持ってなかったんですけれども、でこのオンイヤー型ってどういうものかというとですね、まあこれ非常に分かりやすい絵が出ているんですけれども、耳の中にイヤホン入れないんですよね。僕こういったタイプのイヤホンって実は持ってなくてですね、非常に面白いなと思って興味を示したんですけれども、まあこれ何がいいかというとですね、やっぱり耳の中に物を入れるっていうのは結構嫌がる人っているらしいんですよね。僕はまあそうでもないんですけども、でただやっぱ結構この遮音性が高くなる分ですね、外で使ったりするとちょっと怖いなとか、まああんまり良くないことかもしれないですけど、自転車乗ってる時にイヤホンかけたりとかですね、ランニングしてる時にイヤホンする方って結構いたりすると思うんですけども、やっぱ周りの音が聞こえないって結構それはそれで怖かったりするんですよね。まあそういった部分に関して、このオンイヤー型っていうのは周りの音っていうのもですね、聞こえつつも、環境に合わせたこう音楽を聴けるといったメリットがあるので、まあそういった意味で非常に興味がある製品だったんですよね。じゃあまずこちらのちょっと中身を開けていこうと思います。でこれがですね、よっパッケージ開けるとこんな形なんですけども、書いてますね、オープンデザインアルティメットコンフォートみたいな感じで書いてますけども、まずここ中身がですね、よっこれが、本体の方になります。面白い形ですよね。薄型のこういった形になってます。この辺のデザインとかっていうのが結構かっこよかったりするんですけどね。まあこういったものが本体と、あとですね、中を開けるとよいしょ、この中には
充電ケーブルですね。これタイプ C の充電ケーブルと、あとは説明書ですね。説明書関係が入ってます。でサウンドピースさんは結構日本でもメジャーになってきているブランドだと僕は認識しているんですけども、あの翻訳もですね、まあ、日本語をはじめ、5つか6つぐらいの、国の言語で翻訳されてて非常に分かりやすいかなというふうに思います。まあ、このような説明書が入っているというところと、よしちょっと一回これとかしましょう。で、注目のこの本体の方なんですけれども、開けてみるとですね、じゃん、こんな形なんですよ。で、よ、これが耳にかける本体なんですけど、非常に面白い形ですよね。で、裏側こんな感じになってます。そうなんですよ。耳の中に入れないので、まあヘッドホンに近いような感覚ですかね。まあそれの小型版みたいなイメージで思っていただければいいのかもしれないです。で、ここのところ、この部分の金具って結構シリコン状になっててかなり柔らかいような形なんですけど、あの形状はしっかり保持してくれる形です。で、ここがですね、このような形で動く形になってるんですよ。なので、耳にこうフックをかけた際にですね、自分の耳の穴にこう合うように角度を調節できるっていうような形になってますね。なので、あのランニングの時とかに非常にいいのかなというふうに思います。で、この製品のですね、機能的な部分をちょっと紹介していきましょう。で、まず何よりもやっぱりこのオープンイヤー型というところがこの製品の最大の特徴でもあるんですけれども、締め付け感、いわゆる耳のところの締め付け感っていうのがないところが非常に大きなところですよね。で、オープンイヤー型でいうと、まあ、インイヤーとは違って、骨伝導イヤホンみたいなものがあって、僕はちょっと試したことないんですけど、そういったものと近いのかなと思うんですけど、それともまたちょっと違う感覚です。非常に開放感があって、最初インイヤー型に慣れてる方からすると、これちょっと耳につけてる感じあんのかなっていうような、感覚に襲われるような製品になってます。で、これ、ですね、まあ、スポーツ関係で使うということもあって、IPX の4の、防水機能がついていますというところと、デュアルマグネットダイナミックドライバーというところでですね、まあ、低温の再現力っていうのにも結構自信があるよというような、記載がありますね。で、あとは、まあ、そのオープンイヤー型ということでですね、音漏れ関係っていうのも当然インイヤー型よりもするので、まあ、電車の中とかですね、周りに結構人がいる際に、あんまり大音量で聞くのは良くないのかなと。なので、まあ、僕はこのアイテムを使うときはですね、どっちかというとランニングとか、まあ、そういったアウトドア関係で、使うことの用途に特化したようなイヤホンなのかなというふうに思っています。で、ちなみにこれ連続再生時間なんですけれども、ですね、よいしょ、イヤホン単体で10時間の再生が可能と。で、充電ケースと合わせると40時間再生が可能という形なので、まあ、ランニング10時間してる人ってなかなかいないと思うんですけども、そういった部分に関しては非常に十分な使用時間かなというふうに思います。で、ちなみにこのオンイヤー型、じゃあ音漏れってどの程度するのっていうところが多分一番気になるところかなというふうに思うんで、今一回ですね、僕のスマートフォンに接続をしたので、実際にどの程度音漏れするのかというのをちょっと試してみましょう。今、まあ、スマートフォンにですね、接続をしてます。で、音量は見ていただいて分かる通り最大にしてますんで、これでちょっと再生してますね。聞こえますかね。こんなもんなんですよ。ちょっと今ボサノバかけてるんで、音楽的にちょっと分かりにくいかなと思うんですけれども、ちょっと違う曲かけてみましょうか。まあ、今僕のファンファインダーので使ってる音楽を流してるんですけど、聞こえますかね。これ最大ボリュームです。なので電車の中とかで最大ボリュームで聞くような時には、まあ簡単に言うと、あまり向いてないという感じですかね。
続いてですね、2つ目の製品をちょっと紹介しようと思います。先ほどのブリーゼーは、説明した通りにですね、どっちかというとアクティブ、まあ、例えばランニングであったりとか、まあ、外で、外出した際にですね、周りの音を気にしながら、音楽が聴けるというところに対して特化している製品だというご説明をしたんですが、で次紹介する製品というのはですね、最新のオーディオ技術を、コストパフォーマンスよくまとめた製品という形になります。その製品がですね、こちらになります。じゃん。これも同じくサウンドピースさんから出ているカプセル3のプロプラスっていう製品になります。でこの製品のすごいところというのはですね、MEMS ドライバーっていうですね、まあ、次世代のオーディオ技術というのがあって、じゃあこの MEMS ドライバーって何なのってちょっと分かんないと思うんですけども、まあ、僕も今回初めて聞いて調べたんですが、まあ、簡単に言うと広域から超広域までの、音圧の周波数の特定のばらつきが少ない、まあ、軽量かつ中広域での、歪みが少ない、まあ、簡単に言うとですね、中広域の、音量というのが非常にクリアに聞けるといったドライバーなんですね。でそれプラスそれと真逆の部分でもあるんですけれども、じゃあ重低音の部分ってどうなのっていうところで言うと、12ミリのダイナミックドライバーを使ってますよといった形になるんで、まあ、この MEMS ドライバーってですね、まあ、今2024年で言うとかなり最新のドライバーになるんですけれども、これ非常に製品としてはですね、価格メリットがあるんですよ。先ほどのブリージーと合わせてですね、概要欄に製品のリンク貼ってあるんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、MEMS ドライバー搭載の、イヤホンって基本的にやっぱ高いものが多いんですが、この製品は非常にコストメリットあります。なのでそれだけでも一見の価値ありかなというふうに思います。じゃあ早速ちょっと中開けていきましょう。よいしょ。パッケージ自体もですね、先ほどのものとちょっと違うんですけれども、よいしょ、これが本体になります。じゃん。まあ、通常のイヤホンタイプに近いようなものですよね。非常にいいのかなというふうに思いますけども、まあ、僕が今使用しているBoseもこういった形なんで非常に持ち慣れた感じです。コンパクトですね。でこれもケーブルタイプ C ですね。まあ、こういったものと、よいしょ、こちら側にですね、説明書が入ってまして、説明書のほか付属品としては、まあ、説明書ですね。と、あと、これも充電タイプ C のものと、これはですね、インイヤー型なので、まあ、こういったですね、見えますかね。まあ、イヤホンの予備みたいなものがついてたりします、といった感じです。で、これ、サウンドピースの中でもかなり価格的には高い方なんですけども、先ほどご説明した通りにですね、MEMS ドライバーを搭載した、イヤホンとしてはですね、かなり安い部類に入ると思います。という意味もあってですね、まあ、先ほどもちょっとブリーディの時にお話した VGP2024 のサマーですね、これで、金賞を受賞しているのほかに、こっちはですね、企画じゃなくてコスト部門で、受賞しているといった、この辺もダブル受賞しているイヤホンになります。すごいですよね。でこれ開けるとこんな形になってて、ちょっと取り外してみますけども、よいしょ、こんなような感じになっています。で、これまだシール、使ってないんでシールも剥がすんですけれども、まあ通常のインイヤー型ですよね。ちょっと今耳につけてみますが、めちゃくちゃフィット感ありますね。かなりいいんじゃないかなというふうに思います。で、この製品ですね、まあ、高性能というところもあって、ハイレゾに対応してます。でその他ですね、コーディックで言うとハイレゾ相当の高音質っていうところで有名になっている LDAC ですね、にも対応しているといった形になってますんで、まあ、そのハイレゾ音源を楽しむといったところに対しては非常に、コンパクトでいい製品なんじゃないかなというふうに思います。でこれ、ですね、AI を活用したリアルタイムのノイズキャンセリングという機能もついてますので、周りの環境にですね、合わせて、適度な形でノイズを減少させてくれるといったような製品になっているようです。でこれイヤホン本体の方で言うとですね、再生時間で 6.5 時間で、この、充電器を含めるとトータルで43時間の再生が可能ですといった形になってますね。じゃあ早速ですね、ちょっとこのイヤホン接続して、この音質というのを確かめたいと思います。
ちょうど先ほどブリージーで音楽を聴いてたので、それとの違いというのもわかるかなと思いますが、あ、これですね、すごい、もうイヤーだけあって耳につけただけわかるんですけど、やっぱ遮音性というのは非常に高いですね。で、音楽再生してます。おお、これですね、高音域が非常に綺麗に聞こえますね。何でしょう、今ボサノバ聞いてるんですけど、高音域のところがすごくクリアに、明確に聞こえるといったイメージですね。で、自然環境音じゃないんですけど、録音した時のこう自然音まで聞こえるような、そういう錯覚すら覚えるような自然さ、クリアさっていうのがありますね。これはすごい。なんか多分受注泊気のせいですけど、波の音まで聞こえてくるようなそんなイメージですけどね。で、これ今ちなみに音量最大にしてますけど、音漏れこんな感じです。まあ先ほどのブリージーと比べると大きな違いがあるかなというふうに思います。まあ使用用途が違うんでね、まあそういった部分で言うと、こういったものなのかなと思いますが、ちょっとね、今じゃあ別のジャンルの音楽も聴いてみましょう。どちらかというと重低音系ですかね。よいしょ。お、あ、なるほど。わかりました。一発でわかったんですけど、重低音はね、ズンズン系では全くないです。やっぱり中音から、高音域に対しての、クリア度というのがこの製品の売りなんですね。非常に分かりやすい。あ、でも重低音が全く弱すぎるという感じも正直ないですね。なんていうんですかね、ズンズンは来ないんですけど、しっかりとこう音をクリアに重低音も聞かせてくれるといったような印象が非常に強いかなというふうに思います。でね、これ形がすごく耳にフィットするんで、僕はいいですね。かなりいい。なるほど、ちょっと音楽に夢中になっちゃいそうなんで切りましたが、でちなみにですね、これ、一応操作としてはここの金色の部分左右あるんですけれども、それぞれにボタンが割り振られています。で、先ほどのブリージーもそうなんですけれども、基本的に右と左とですね、ボタンの役割というのを、が割り振られてまして、まあ1回触るものと、あと 1.5 秒長押しというところが、サウンドピーツの、プリセットになっているようです。で、この辺はですね、サウンドピーツの独自のアプリケーションというのが出てまして、それで設定もし直すことができるんで、個人のカスタマイズができるのかなというふうに思います。これすごくいいですね。音質めちゃくちゃいいんで、まあ、僕はハイレゾ対応のイヤホンって持ってなかったんですけども、僕 iPhone ですけど、まあ、ハイレゾじゃないんですけどね、それでももう聞いてすぐ分かるぐらい、中高音ですかの音域というのが非常にクリアに聞こえました。いかがでしたでしょうか。今日はですね、サウンドピースさんから出ている2024年 VGP サマーのですね、受賞作品、受賞製品ですね、これを2つ、紹介をさせていただきました。1つはですね、このブリージー、これはですね、ランニングであったりとか、まあ、アウトドア、まあ、そういって周りの環境をですね、聞きながら音楽を楽しむというところに非常に特化したイヤホン、アウトイヤー型のイヤホンですねという形になってまして、もう一つカプセル3プロプラス、こちらはですね、どちらかというと最新技術を、投入したコストメリットが非常に高い、イヤホンといったような形になってます。で、やっぱこの辺はですね、用途によって使い分けるのが非常にいいのかなというふうに思います。で、僕は通常のイヤホンインイヤー型を使っているので、やっぱり慣れとしてはこっちの方が使いやすいなというのが本音なんですけど、このブリージー、これはですね、非常に今までにない面白い感覚の製品なんで、いわゆるインイヤー型以外のイヤホンとして活用する部分に対してはちょっといろいろ試してみたいなというふうに思っています。で、特にやっぱり通勤とかでですね、自転車に乗られてイヤホンをする方って結構いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、正直危ないんで、まあ、そういった方にはですね、まあ、どうしても音楽聴きたいんだったら、こういったいわゆるアウトイヤー型っていうのを使うのがいいんじゃないかなというふうには思います。
今日はですね、サウンドピースさんから出てる、2024VGP のサマーを受賞した、2製品を紹介した動画でした。動画の最後にはチャンネル登録のリンクも貼り付けてありますので、気に入っていただければ皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。